優しい皆さんがね、ぜひね、イケメンって出てあげてくださいね。よろしくお願いいたします。さあね、またあの主人ね、あの後半にも設けたい時間設けますのでね、じゃあ簡単にちょっとくまモンの紹介させていただきたいと思います。さあ、というわけでくまモンね、登場しました。くまモンですけれども、もちろん九州の熊本県のキャラクターでございます。さあ、ちなみにちょっと会場の皆さんに聞いてみましょうかね。さあ、くまモンって、そんな熊本の魅力を全国、それから世界の皆様にお伝えするために一生懸命頑張っておりますが、今日お集まりいただいた会場の皆様に聞いてみたいと思います。くまモンのこと知らないよという方いらっしゃいますか？知らないよ、くまモンのこと知らないよ。いや、普段テレビとか見ないからくまモンのこと知らない。普段あんま出かけないから知らない。いないかな、いないかな。あら、いた。でも見て、くまモンよく見て、このお姉さんバッグくまモンついてる。嘘つきだ、嘘つきだ。もうね、もうそんなに散らしちゃってね、もう、皆さんありがとうございます。よかったね、くまモンにみんな知ってるって。じゃあもっと聞いてみようかな。じゃあね、あの会場の皆さんの中に生のくまモン初めて会うという、生くまモン初めてという方どのくらいいらっしゃいますか？はい、お、たくさん上がりました。ありがとうございます。あら、なんかまた嘘つきの方がいらっしゃいますね。ありがとうございます。おいしょおいしょ、何かしてるね。そうだね。じゃあね、生の初めての方たくさんいらっしゃいますから、ちょっと聞いてみようかな、感想。はじめましての方、はい、はいはいはい、はじめましての方、はい。あ、じゃあお兄ちゃんに聞いてみよう。で、くまモンに、はじめましてだけど、どう？会ってみて。ありがとうございます。じゃあもっとかね、すごく可愛いって言ってもらえるように頑張らないとね。ありがとうございます。はい、じゃあ他に初めましての方、はい、じゃあ今度右側の方に聞いてみようかな。はい、初めましての方、はい、傘言ってくれる人、あ、聞いてみるとね、あ、かわいいとか、あとはね、ちょっと思ったより大きかったとか、お腹がかわいいとかね、そんな声も聞きますけれどもね、あの皆様ね、このかわいらしいくまモンのお腹はですね、熊本県のおいしいね、食べ物がおいしいということを証明しておりますからね、メタボなくまモンでございますけれどもね、で、意外に動けます。そんなくまモンでございます。さあ、で、そんなくまモンですけれどもね、実はね、ただのキャラクターではないんですね。あの、熊本県の蒲島知事が熊本県営業部長、そしてもう一つ熊本県幸せ部の幸せ部長を2つの役職をいただいております。こう見えて熊本県の公務員でございます。ちょっと何言い慣れてますけれどもね、あのこう見えてね、あの県のトップ3なんですよ。あの県知事に、副知事に次ぐ3番目に、あの偉い役職になっておりますね。え、もう貫禄あるけどね、威張らないでくださいね。まだまだくまモン謙虚に行かないとダメですからね。謙虚に行きましょうね。さあ、そんなくまモンでございますけれどもね、どんなことをね、実際 PR しているかと言いますと、例えばね、熊本県にはですね、いろいろな観光名所があります。熊本県県庁があるね、熊本市にはですね、行ってよかったお城ランキング堂々1位を獲得したこともあります熊本城、日本三名城の一つですね、熊本城があります。そして、あの海の綺麗な天草、ね、行ったことある方いらっしゃいますかね。あの、イルアマスコで、天草でですね、野生のイルカにほぼ毎日会うことができます。さあ、それからですね、あの美味しいグルメ、熊本のお腹でお話しましたけれどもね、あの熊本県はね、海の幸、山の幸、美味しいものがたくさんございます。さあ、そしてね、今回
回の北足市場のもね、熊本県のですね、美味しい味覚を皆さんに知っていただきたくね、今回も出展しておりますがね、さあ実際どんなものがあるかね、ちょっとお時間いただきまして見ていきたいと思います。さあそれではじゃあちょっと秋葉原袋に用意してもらったんですよ、実際に紹介していきたいと思います。さあ熊本県の山田さんですね、こちらでございます。じゃあ袋から取り出して、はい、1個で大丈夫、大丈夫、もう1個さあこちらでございます。じゃかじゃかじゃ、さあね、もうこの季節になりましたね、熊本県のですね、太陽の光をたっぷり浴びた熊本のみかんでございます。実は熊本県温暖な土地を利用しましてですね、美味しい柑橘の果物が作られております。今回のみかんもですね、また今年も美味しいみかんが出来上がりましたけれどもね、程よい甘みと酸味が魅力的な熊本みかんでございます。今日ちょうどね、ステージの横にですね、熊本のブースが出て、熊本県のですね、みかんとかね、それから足木のブースが出ておりますけれども、今回の熊本みかんね、試食も行っているそうでございます。ぜひ皆様ね、この機会に熊本みかんね、寒くなってくるとね、暖かいものとね、みかんとてもね、いい相性かと思いますので、ぜひ皆さんね、熊本みかんチェックもしてみてください。さあ、じゃあ続いてまいりますよ。さあ、そんな熊本ね、温暖なね、調子がしてできました、柑橘を使ったね、いろいろなものが今回は出ております。ありがとうね、片付けてくれたのねさすがでございます。さあ、どんなものがあるかと言いました、そう、今回ね、みかんだけではなくね、こういったみかんの使ったゼリー、果肉ゴロゴロ入っておりますみかんゼリーや、さあ、それからですね、こちらも熊本県のね、名物でございます、デコポン。デコポンって皆さん食べたことありますか？食べたことある人、はい、皆さんね、食べたことあります、ありがとうございます。清見オレンジとですね、ポンカンを交配させて作ったのがですね、デコポンと言います。特徴としてはね、ちょうど黒のものがボルブしてます、おでこがポコって出ててね、それからね、下にボリュームがあるね、可愛らしい形をしたデコポンでございます。そう、こんな感じ、こんな感じですね。また今年もですね、美味しいデコポンがね、届くかと思いますけれどもね、こちらもね、デコポンがゴロッと使ったゼリーが、ね、あります。ゼリーの他にもね、もうちょっと甘いもの好きにはね、たまらないですね、デコポンのプリンなどね、こういったね、ゼリープリン類もね、販売中でございます。ちょっと今もう怪しい動きしてますけれども、取れないの？取れないの？今日もちょっとおせてがね、あれだけど、当時がこれはね、売り物ですからね、ダメでしょ、どうも公務員でしょ、お仕事中でしょ、ダメですよ、ダメですね。あとでそこまで、ね、別に言ってますからね、あとで買い出してくださいね。じゃあ預かりますよ。さあ皆さん、横のブースで販売中です。ぜひ皆さんチェックもしてみてください。さあ、じゃあもっとお仕事、このままじゃあお仕事頑張ったら、じゃあお兄さんが何かご褒美をあげますから頑張ってください。こちら紹介しましょうかね。さあ、足木でね、作られたね、玉ねぎを使った美味しいドレッシング、ね、今日お野菜もたくさん市場に出てるかと思いますけどもね、ぜひそのお野菜のお供にですね、していただきたいこういったドレッシングがございます。さあ、あとはね、こういった可愛らしいくももののパッケージが魅力的なですね、こういったお菓子ですとか、まだまだたくさんございます。お花は食べないでください、眺めるだけにしてくださいね。さあ、ということでですね、この機会にぜひ皆さんもね、熊本の食の魅力を少しでも知っていただければ嬉しく思います。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあこちらの方ちょっと片付けて、今日はね、熊本せっかくね、たくさんの方にお集まりいただいたから、もっとね、熊本のね、美味しい食の魅力を知っていただきたいということで、今回ちょっとね、クイズも用意してまいりました。そう、じゃあ熊本ね、頑張って出せますかね。皆さんもこれからですね、クイズ出していきますけれども、参加していただけますか？大丈夫ですか？で、簡単なクイズからね、ちょっとね、難しいクイズもありますけども、ぜひね、積極的に参加していただければ嬉しく思います。さあ、それではかっこよく題していきますよ。題して、熊本に関するフレッシュクイズ大会。イエーイ。はい、ありがとうございます。さあ、ということでですね、熊本の今回フレッシュなクイズ用意してまいりましたね。いらっしゃいましたら大きな声で挙手をお願いいたします。さあ、それではいきますよ。熊本に関するクイズ第1問、じゃじゃん。さあ、熊本県はですね、先ほどもね、お話
しましたけれども、太陽の光をたっぷり浴びた美味しい柑橘類がね、名物でございます。さあ先ほど私もね、あの今年もね美味しいものが届きました、みかんですとかデコポン、あともう一つですね、あの熊本県の代表的な果物があります。さあまだねお姉さんクイズ読んでませんからねぜひねクイズ読んだら開けてくださいね。さあ問題でございます。さあ熊本県の、はい、世界最大級の果物類と知られております、ある柑橘、ほろ苦さとそれから程よい酸味が魅力的な柑橘、うんうんうんと言いますが、さてその柑橘は何でしょうか。熊本県の主に八代地区でね作られております柑橘、この大きさからギネスブックにも載っております。さてその果物とは何でしょうか。分かった人、はーい、あ、たくさん上がりました。じゃあ、ね、誰かに答えてもらいましょう。誰にしようかな、誰にしようかな、誰にしようかな。リズムで言うと、うん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 ですね、続きまして第2問いきたいと思います。